地図レナ河口に近いティクシ、2007年、ラプテフ海は、北極海の一部で、ロシアのシベリア、タイミル半島、セベルナやゼムリア諸島及び、ノボシビルスク諸島に囲まれた海。西はカラ海、東は東、シベリア海とつながっている。面積はおよそ67万2000平方キロメートル。古くは、アドルフ・エリク・ノルデン・ショルドの名をとって、ノルデン・ショルド海と呼ばれていたが、 ロシアの探検家、ドミトリー・ヤコブレビッチ・ラプテフと、ハリトン・プロ・コフィエビッチ・ラプテフの名を取って解明された。8.9月のみ航行可能。水深が浅く平均50メートルで、北緯76度以南は25メートルである。9.10月に決表し始め、5.6月に開票が始まる。開票の厚さは2メートルに達する。ただし、 近年の北極海は8の9月を中心に、海表面積が激減しており、その厚さも薄くなっている。そのため、この状況が続けば、高校化の大き感間が長くなると予想されている。北極圏、第一の河川エニセ川に次れなナ川が注ぎ、堆積物が巨大な三角州を作っている。ありがとうございます。